はい、志郎です。今回はですね水素エンジンに関してのコラムというかそうですねまあニュースというかコラムといった方がいいかもしれませんけれどもモーターファンというねこれ雑誌があると思うんですけれどもそこのテクノロジー系のものですよねでメカのことなら任せとけーなんていうふうに書かれてますけれども、まあ、それについてのコラムが非常にね、私もねちょっとまとめる記事 というかニュースがなかったので、まあ、口頭ではねいろいろ話をしてたと思うんですけどこの記事というかコラムがですね非常にまとまってて話しやすいなと思ったのでちょっと取り上げさせていただきますねで水素を燃料とするエンジンにはどのようなメリットと課題があるのかという形で、まあ、メリットは、ね、いろいろと話をしてきたんですけど課題というのがねどういうものかっていうのがこれによってまたね新しく分かってきたなというところもありますでこの エンジンジね、これ今年の2022年の4月に初めてですね、えー、トヨタのカローラ水素カローラエンジンを載せた時に発表された時にこれねよく見るとここにヤマハって書いてありますよねでここの燃料フィラーキャップにもですねヤマハのオンサーマークが書いてあるんですけどヤマハ製の V8 エンジン水素エンジンなんですよねで5リッターかなここにも書いてありますけど 5L の V8 水素燃焼エンジンということでこれエンジンまあ見てすぐ分かる通りですね気づいた人はすぐ分かると思うんですけど排気がこれ上に来てるんですよなぜかというとですねこっから吸気して燃焼させて上に排気してるということで普通のガソリンエンジンと逆なんですね普通のガソリンエンジンの場合は上から吸気して下から排気というのが下からというかね まあ、V8 エンジンの場合通常そういう形になってるんですけどこれ水素の特性を生かしてるんですよね水素というのは軽いのであのどん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 上に気体になった場合行っちゃうっていうのことでまあ、燃焼する場合もこっちからこっちに出した方がすごくね、えー、スムーズにいくだろうっていうところなんですよねでこれ見てわかる通り多分ですけど自然吸気じゃないかなという気はするんですよねうん あのーまあ、ここからタービンつけてやってるっていう感じにも見えなくはないんですがこのマニフォールドの形からいって、まあ、自然吸気じゃないかなという気はしますでこれ実際にですね、えー、車に搭載して走らせたということを話をしてましたこれは以前のね動画その水素エンジンカローラが走るときにこのエンジン開発にあたってですねこれも載せてきた 話っていうのが、ね、ずいぶん前らしいんですが2018年ぐらいかなもう2018年にこういう開発が行われてこのエンジンが使われてもう実際にエンジンを車に乗せて走らせたということになってるんですよねでそれについては詳しく話をしてないんですがこれね何乗せたのかってすごく気になるんですよねでレイアウト的におそらくこっち側にミッションとかをつけないと構造的にこっちはねちょっと無理なのでで排気がこっち側に来てるわけでしょ ということは、FR 車はちょっと難しいかなっていう感じなんですよね。だからミッドシップか、あるいはリアエンジンとかになる可能性が高いですよね。まあ、ミッドシップにしても、こっち側に来てこういう感じになりますし、エンジンマートがこの辺にあるのでね。 まあどちらかというとリアエンジンかなみたいな感じなんですよね。そうするとポルシェぐらいしかないんですけど、うん、うーん、でもちょっとポルシェに V8 は乗っけられないなっていう感じなので、まあ、どちらかというとフロントエンジンに、あるいはタービンをつけてやってきたということの方が可能性として高いかなという形ですね。V8 を乗せているトヨタのエンジン車ですと、まあ、レクサスあたりになっちゃうと思うんですけど、今ですとね、2018年ぐらい。 だとまあ、いろんな車種が考えられるので、まあ、V8 を載せられるエンジンルームを、おしかもこの燃料の、ねえー、噴射というかです、ね、空気の通り道が逆の形になっているので、まあ、こういうレイアウトでいけるものっていったら何だろうなっていう感じになっちゃうと思いますね。うんで結構エンジン光が低いような感じなので、わ、まあ、割と大きな車に乗せてきた 下手したらランクルとかね、ああいうの乗せた可能性もないわけじゃないんですけどもね。わかんないですけどね。まあでもスポーツカーでしょうね。おそらくね。うん。あるとしたらそんな感じはあります。ものすごくね、感能的な音がするらしいですよ。8000ぐらいまで回るらしいですしね。そういう形です。で水素燃焼エンジンへの注目度が昨年あたりから急速に高まってきた。昨年というのは、この記事が2022年なので、2021年の頃ですね。 しかしその歴史は古く多くのメーカーやサプライヤーが開発を進めていた経緯がある。水素を燃やすことに関しての基本的な利点と課題を解説するということですね。で解説は、えー、畑村光一さんという方で、でセラコータさんがあ文章化したということですよね。 で、水素燃焼エンジン、なぜ排ガスがきれいなのかということなんですけども、ガソリンやケールと異なる燃料分子に炭素が含まれてないからですよね。で水素をエンジンで燃やす考え、昔からあった水素は燃焼しても水しか排出しないため、H2O2。H2 は水素ですね。O2 は酸素。で、2つの H2O 分子ができて、で、エネルギーができるということですね。で、カーボンニュートラルの観点から、 開発が進められたとということですねただし空気中の窒素と反応してノックスは出る。これがねよくわからない値なんですが2.2の超リン燃焼ではないが、π、えー、かなこれね。では三元触媒、リン燃焼ではノックス触媒が欠かせないということですね。でミラーサイクルや初期の下級ダウンサイジングが登場した当時は、 これらがほとんど注目されなかったように水素エンジンも当時は価値が理解されず2000年半ばにパッタリと下見になったと水素と酸素を反応させて電気を取り出す燃料電池が出てきたことも水素エンジンの開発から離れる一員になったとでもねこの頃の水素じゃなくてねトヨタのなんか年始かな年末かちょっと忘れましたけどね大会であのトヨタの社長がですね これからその水素のエンジンを、あの、というかね、炭素を使えないものでのエンジン開発というかね、それはずっと続けていくよっていう形で、みんなの前で発表したらしいですね。反社の人たちを集めて、トヨタの反社ですよね、人たちを集めて、そういう話をしてたっていうことをね、トヨタ社長、今の、うん、社長ですよね。だらここら辺でもまだね、そういう話をずっとしてたっていうことはね、 これある人がね、言ってましたね。うん、だから、まだまだこの下火になったとっいうのはですね、表に出てこなくなったっていうだけであってずっとやってたっていうだけですよね、えー。熱効率を考えたら水素エンジンなどはありえないという話になるからだということですよね。でところが最近、カーボンニュートラルの問題が大きくなるに従い余剰の再エネから作る水素に注目が集まり水素エンジンの開発が復活。これ、よく言ってますよね。 予想の再エネは電気,に電気が、ねあのー、流せないこれあの送電網に流せない流せられないということですよねで電気というのは相対して必ず合致してないといけないです。使う側と需要側と供給側の値がです、ね、完全に一致してないと難しいということなんですよねだから 再エネで余ってしまった電気というのはです、ね、あの接続負荷という形で捨てられてたんですよね。でそれから、えー、もったいないじゃないかということでそこから水素を作る方に行ってです、ね、水素エンジンの開発が復活したということですよね。で燃料電池の水素にはあ量産には触媒に必要な貴金属や設備投資などにお金がかかるのでこれもねあの、触媒もそうですね。金属 ですね、これがいろんなものに今ちょっと変わりかかってるというところもあるんですよね。貴金属以外のもので今どんどん作ってるという形です。で既存のガソリンエンジンの技術や部品を流用できる水素エンジンの方が安くできると。これ安くできるっていうのもあるんですけど今の既存のいろいろなね雇用を守ったりですとか技術を守ったりっていうこともできるんですよね。だここが今トヨタ社長がすごく主張してる部分ですね。 でハイブリッド専用にすれば熱効率の点でも燃料電池に太刀打ちできる可能性があるというのが復活の理由だということで、えー、既存のこう燃料電池の方が水素同じ水素を使った場合でもですね熱効率が非常にいいというところはもう分かっているところなんですよねだから水素エンジンはなどありえないという形になって下火になってたんだけどというところだったんですけどいろいろな理由があって復活しましたよということですね。 で通常のエンジンを流用できるのか。基本的な構造や生産設備はそのままでいいが、変更が必要な部分もということですね。ガソリンエンジンも水素エンジンも同じ火花点火なので、燃料系を除いて流用しようと思えばできると。ただし、きちんと効率を出そうと思ったら水素燃焼に合わせて最適化する必要があると。まず、水素は自然自発化温度が高くノッキングしにくいので、 溶石費を高くしたいところ。溶石費20を超える大型ディーゼルエンジンはもともと高い PMAX、最大燃焼圧に耐える設計をしているので、水素エンジン化しても問題ないということなんですよね。なるほどっていう感じです。だが、ガソリンエンジンの場合は下級エンジンであっても PMAX が低いので、クランクシャフトやシリンダーヘッドのガスケットなどに補強が必要。まあ、この辺もね、あのー、なんていうんですかね。 まあ、いや実験としてやってるのはいっぱいあると思うんでコストがどれぐらいかかるかにもよるんですけどこの辺の強化ってのも別に問題ないんじゃないかなと思いますでもともとね、あのー、GR ヤリスのエンジンっていうのは3気筒で 1600cc ですけどそこのね、えー、多分圧力も相当耐えられるというところなんで補強はいらないということで今水素エンジンカーとしてね、えー、使っているところもありますよというところですね で大型ジンゼルを水素エンジン化する場合は水素をポートで供給し軽油をちょっと吹いて着火させる方法もあると。そうなんですね。これ知らなかったですね。既存ディーゼルのシリンダーヘッドを水素燃焼用ヘッドに取り替え燃料供給装置を追加するレトロフィットも検討されていると。大型ジーゼルの場合はそれでもいいがガソリンエンジンの場合は強度面で厳しいだろうということですね。 でスコールスをうるさく言わず、単に水素を燃やすだけなら既存ガソリンエンジンに水素供給系をつければできる。これはもうできましたよね。で、レースも増してると。で、PMAX を抑えて使えばいいと。補強するにしても生産設備を大きくす変更する必要はないので、この点では好都合だということで、まあ、エンジンでもいけますよっていうことですよね。 現在まだ普及していない理由は、ここら辺がね、やっぱり私も気になるところですけども、周辺部品のコストと十年インフラ、ボイルオフをどう見るか。水素エンジンの普及を阻むのはコストだろう。エンジン本体のコストはそれほど上がらないだろうが、問題は水素タンクや水素供給システムといった周辺部品だと。それらコスト、それらがコスト上昇の要因になるし、乗用車用として考えた場合はスペースを取るのも問題と。 高圧水素タンクは燃料電池車用でを流用できるというガソリンの燃料タンクに比べれば非常に高価だというところなんですね。まだ電圧高いということですで。大型トラックに水素エンジンを適用する場合は液体水素を使う手もある。これもね、だいぶ現実化してきてますね。で、9キロ走る大型トラックは水素を充填したらすぐに走り続けるため、ボイルオフ、外部の熱による気化の心配がないと。乗用車の場合は 長期間放置しておいたらボイルオフによって水素がなくなってしまうこの問題もですね、えー、川崎重工が作った魔法瓶の部分ですね魔法瓶のガソリンタンクというか水素タンクがかなり性能が良くなったのでボイルオフしにくくなってはいますただこのボイルオフした水素をですねまたうまく使うってこともできますのでね なので、乗用車に液体水素の選択肢はないだろうが、大型トラックなら可能性はあるだろうということで、これはもうだんだん現実化してきそうですね。水素供給のインフラが整い、石油を使う内燃エンジン車が販売禁止になるような状況になると、水素エンジン車が生きる道が出てくるかもしれないということで、大型トラックはね、これ間違いなくこっちの方に行くでしょうね。 いずれにしても CO2 規制がなければ再エネ電力で製造する水素を使う必要性がないと。この CO2 規制がなければっていうのがね、すごくね、ここにも書かれてますよね。で、その場合 E フューエル、高燃料のうち再エネ電力を使って製造した水素を用いたものとの価格差も水素エンジンの普及を左右することになるということですね。ということで、まあ皆さんね、温暖化というものに関してどういうものを思ってるか。 CO2 というものが普及大きく出ることによって本当に熱の供給が増えてですね、あのー、大気があこもってですね、えー、熱が上がって、まあ、北極とかの、ね、氷が溶けてとかっていう部分になってきてるかななんていうふうに思ってる人もいらっしゃると思うんですけどほとんどの科学者をですねこれ あの武田先生も言ってましたけれども CO2 がなくなることによって CO2 が多くなることによって温暖化が進んでるっていう話ではないそうですね。で温暖化が行われてる部分もあるんだけど寒冷化が出てる部分もあるんだよっていうところの話が全く行われてないんですよね。 うん、これね太陽光のフレアとかですねそれの影響によってっていうことが本当のらしいです。だから太陽がどんどん今成長していったりとか逆にあのこれがですね自然でてたりっていう話がいろいろ出てるんですけどそれの影響によって寒冷化が本当はちょっと出てくるんじゃないかっていう方が本当は説として大きいんですよね。うん、世界中の気候ではそんなな風になってます まあ確かにあの氷河が溶けたりとかねそういう部分はあるんですけれどもいろいろ気候変動がね少しずつ起きてるっていうところはもちろんあるんですが CO2 だけが原因だっていうわけじゃないんですよね。でこの CO2 が原因だっていうふうに何で言ってるかっていうとこの。 水素エンジンじゃなくてですね、やっぱり EV 化とか電量電池化とかですね、そういったものを強力に推し進めたい、まあ、特に中国、今は中国ですけども、リチウムイオンとかのね、えー、権利を持っている中国がどん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 推し進めたい、あと自動運転化を進めたい、グローバリストたちの思惑がここに大きく出てるわけですよね。で、あと自動車メーカーとしてもですね、 トヨタはそういうものに一生懸命対応してきて、えー、できているはずなんですけども、他のメーカーがね、ハイブリッドもそうですけど、もう負けちゃったんですね、ハイブリッドが出てきた時点で。で、全然全然やっぱりその、ついてこれないと。で、じゃあディーゼルで行こうかって言った時に、フォルクスワーゲンがね、大きな不正をしてましたっていうのがね、こう発表されましたよね。だから、 やっぱりその自動車メーカーとしてそのエンジンメーカーとしてですねもうついてこれないからじゃあ CO 2をなくしてじゃあ電気で行くからあんたらそれで頑張きなよっていうグローバリストたちのね思惑でどん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 動いてるあるいはテスラみたいなね新興メーカーがどん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 動いてるというふうになってはいるんですけどもまあそれでもねやっぱり大型トラックなんかはなかなか EV じゃうまくいかないよっていうことで。 まあ今回はですねこのトラックなんかに水素エンジンがねいけるんじゃないかっていうことでどん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 こう日本のメーカー動いてきてるし海外もねまあメルセデスとかですねああいうところはどん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 動いてますよねうんだけどもやっぱりトヨタのこのスピードにはちょっとかなわないんじゃないかなと思いますまレースでねあれだけ使ってどん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 開発してるっていうことでガソリンエンジンにもね使えるかなというところもそうですしまトヨタの場合ハイブリッドでもいけますのでハイブリッド エンジンプラス水素エンジンということで燃料電池の技術もありますので何でもいけちゃいますよね。ハイブリッドとこの、ね、水素エンジンとあるいは水素燃料電池なんかを組み合わせてですね、まあ、何の電量何でもこいやって感じですよね。ガソリンエンジンとこう混ぜてもいいしなんていう感じでまあ本当に、ねえーまあ、日野さんとはちょっとね今いろいろとあの排ガスのねあれなんかでもありましたけれども。 まあその後なんかあんまりねごちゃ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 言ってないんで日野さんのあれもねはめられたのかなって思いますよね、うん、グローバリストたちに私なんかちょっとそう思ったりもしますけども実際にね日野自動車どうなるかっていうのはちょっとわからないんですけども大型トラックの燃料電池まあこの水素エンジン化っていうのもねこれ見てるとかなり現実的にいけそうだなっていう感じはしてきますのでボイルオフの問題さえなければ液体水素でもいけますし液体水素が使えるんであれば まあ長距離運転というのもねかなり現実的になってきますし実際、大型トラックなんかの,ねあの燃費今でも2キロとかリッター2とか3とかですからやっぱりそれなりの燃料を食いますのでね、そういったものでいけるんじゃないかというところで今後もね、やっぱりこういった部分での水素エンジンのメリットあと課題というのがね、いろんな方のこ意見を聞くことで分かってきましたねというところです。 で通常の水素エンジンの場合ですとね、やっぱりターボエンジンじゃないとなかなか難しいっていうことと、ここにも書かれてますけどね、やっぱりガスでもね、なかなか難しいのかなっていう部分があるので、うーん、液体水素でね、今後はね、ちょっとやっていく部分はあると思うんですけど、ガソリンタンクの問題と供給部分問題と、液体水素をどうやって供給していくのかっていうところがね、まだ課題としてあるので、そこら辺が少しね、あの水素ステーションでもなかなか難しいところでしょうからね。 とということで一部のマニアが使うようなエンジンになっちゃうのかなという感じもあることはありますけどもまあ未来はね未来で今少しずつ走り出してはいるのであのガスを使ったね普通の燃料電池車は結構普通に走るんじゃないかなと思うんですけども水素エンジン車を市販車として出すのはどうなのかなというところはね今なかなか難しいところに来てるかなというところです。はい。 まあこんな感じでね、水素エンジン車のまた課題っていうのはいろいろあるんですが、未来的にはちょっと面白いですね。このエンジンを積んだね、車が何なのかっていうところで、本当知りたいところですけどね、自然吸気なのか、ターボエンジンなのかっていうこともわからないんですけども。はい、という感じで、最後までね、聞いていただいて、どうもありがとうございました。